あなたね、あなたってやるためになるべく、このね、N の音を使って気持ちを込めてるわけですよ。すべてがあなたで、じゃなくて、すべてがあなたで。はい、どうも、おはようございます。こんにちは。皆さんごきげんようというわけで、まあ暑いんですよ。エアコンの音が入っちゃうので、もう本当に汗ダクダクで解説してまいりました。みかんハートでございます。イエーイ。みかんハート知らない人もね、結構多いんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね、みかんハートの認知度については。C&K というね、男性二人組のユニット、クリビーさんとキーンさんという二人組のユニットがやってる曲なんです。難易度はね、S ランクでございます。S ランク続いてますね。高いんすよ、これ。高いんすは女性でも高いかも、原曲キーだと。しかも下も低いし、あのね、男性だと上が出ないし、女性だと下が出ないっていうね、結構ね、地獄のような歌なんですけれども、とにもかくにもね、このね、二人の声が素晴らしすぎて、クリビーさんがスーパーハイトーンボイスで、キーンさんがシルキーボイスというふうに、書いてあるんですけれども、ね、ずっとね、クリスタル K だと思ってたの、C&K って、クリスタル K がなんか違う名前でなんか歌手活動してるのとかっていろいろ思ってたんですけど、なんかまあ、これ怒られちゃうね、カット。はい。すごくいい歌詞の曲で、みかんハートってさ、なんかあの果物のみかんじゃなくて、完成してないの方のみかん、みかんのハート。片思いの曲なんですけど、多分不倫か、まあ向こうに彼女か彼氏がいるのか分かんないですけど、そういう状態の曲で、恋愛はさ、二人でするもんじゃん。だからそれ完成しないわけよ。このずっと完成しないこの気持ち、ずーっと片思いというか、そういう気持ちがタイトルになってるみかんハートっていう曲なわけね。それがね、どういう風にテクニックに現れてるのかっていうのをね、ほんと生めかしく解説していきたいと思います。とっても熱いんですけれども、今日もね、いい汗とね、涙をね、このみかんハートで書いていきましょうよ、みんなで。それではみんな行くよ。みかん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 、この曲知ってる？人を好きになる怖さと幸せを知って、見たことのない自分と初めて出会った。私を笑わせるのがあなたならば、私を傷つけるのも全てがあなたで、今日も日が落ちてくのでした。ああ、愛しの日。はい、まず、人を好きのさ、好きってさ、ちっちゃいうとちっちゃいイが入ってくるんですけど、好きじゃなくて、人を好きになるって言った時の気持ちが、このね、ちっちゃいうとイに入ってるぐらいに思って歌うといいんじゃないかな。人を好きに、じゃなくて、人を好きに。で、にはこれ、ドロップマークっていうのは、一瞬さ、鼻の方に息を抜くんですよ。に、に、で、口の中に戻ってくる響きが。人を好きになる。人を好きに、に、に。ちょっとやっぱさ、こうなんか、なんだろう、気持ちこもっちゃって、な、なってなっちゃったみたいな、そんな感じで歌うといいと思います。人を好きになる、なるって、細かく音程たどるので気をつけてください。クリビーさんね、A メロ割とずっとウィスパーボイスなんですけど、ここのアはね、特にウィスパー度合いが強いです。怖さと幸せを知って、幸せを知って、っていう感じで、まあ、幸せを知ってのさ、この幸せの深みがさ、ここのさ、ウィスパーボイスに現れてくるわけよ。幸せを知ってだとさ、ちょっとさ、ハッピー感強いじゃん。ハッピー感でドンキの歌になっちゃうから、そうじゃなくて、幸せを知って、もう叶わぬ恋。そんな中で感じてしまった幸せっていうのを表現するのに、どのくらい息を使ったらいいかっていうところを考えてみながら歌ってみてください。見たことのない、見たことのないじゃなくて、見たことのないね。見たこと、ちょっと力込めてちっちゃい E を入れます。見たことのない。音程ちょっと落ちます。自分と初めて出会った。これね、シラスタ史上初のマークなんですけど、ちょっとクレッシェンドマーク、このマークね、これ。っていう、このマークはクレッシェンドマークでございます。出会った。雑に強くするんじゃなくて、初めて出会ったってちょっとさ、なんか喋ってると思って自分が、喋ってると思って見たことのない自分と、初めて出会ったんですっていう、この、って感じが、このクレッシェンドに出るといいです。私を笑わせるのがあなた。2回しゃくります。ならば、ならば、フォール。私を笑わせるのがあなたならば、私をまでは息継ぎをしません。私を笑わせるのがあなたならば、私を傷つけるのも、ここで息吸います。
傷つけるのも傷つけるのも傷つけるのもって、なんかほんとバンドエイドで治りそうな怪我してるんじゃなくて、もうなんか心のハートがみかんハートがみかんハートだっていう感じの傷を出すために、ここはスラッシュで音を区切ります。傷つけるのもね、すべてがあなたで、なな鼻から口にポーンって響きを移動させます。あなたね、あなたあなたってやるために、なるべくこのね N の音を使って気持ちを込めてるわけですよ。すべてがあなたでじゃなくて、すべてがあなたで、今日も日が落ちてくのでした。日が落ちちちちもうちって言いません、ちてくのでした。でここも日が落ちてくのでした。ちょっと溜めて、あの音を区切ってあげてください。はい、金さんの声ってすごく特徴的で、なんかちょっと平井堅さんにちょっと近いような、あーあー愛しの人もで、なんかまあ声真似してもしなくてもいいんですけど、あの二人の人が歌ってるから声が変わってもいいんだけど、一人で歌うんだったらまあ自分の声で歌った方がいいと思うので、まあなんかキーンさんのモノマネするのか、クリビーさんのモノマネするのか、まあ自分の声で歌うのか、まあそこら辺はちょっとうまく調整してみてください。あーあーあーの最後抜きます。あーね、あー愛しい、愛しい。一回一回ね、こう押し直すようなイメージです。区切るというよりは押し直す。愛しの人も、いつも隣には違う誰か。ここアクセントです。黄色アクセントね。で、違う誰か、違う誰かがいて、H ボイス。えい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 ね、OK?あの日、あの、あー、H ボイス、あの日、あの時に、時に、出会わなければ、ば、は、ば、柔らかくするんですけど、ばの途中で、これがね、ちょっとね、早寄りの発音になります。こんなに、こんなにじゃなくて、こんと、口を閉じた、まみむのむに近いような、こんなに、ちょっとこう噛み締める感じね。こんなに苦しむこと、こと、こと、ここで区切ります。もうなく、泣いて、泣いて、こっから高いんだよ、サビ行こうぜ。泣いて、泣いても泣き叫んでも叶うはずのない恋だから、何度もやめよう言い聞かせても、思いは増すばかり。あー、サビがね、本当にね、女性が歌うにしても高いかなっていうぐらいのキーなんですけど、ほんとクリビーさんすごい。あーでもここいっぱい詰まってるんですけど、叫んで、しゃくりで、でフォール、もーでビブラートして、うーなんかこの叫んでも綺麗に終わっちゃうんじゃなくて、叫んでももうっていう感じで、最後はふって息を漏らしたところでフレーズが終わります。これね、サビ中ずっと共通なので、そのぐらいの気持ちで歌う覚悟で、なんか歌ったらいいんじゃないかなと思います。叶うはずのないいい恋だからっていう感じで、うふって感じが必要ですね。何度もやめると、言い聞かせてももう音程を落としながら、フォールしながら、ふぅ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 、という感じです。どういうこと?で、ここがね、この曲のね、決めどころなんですけど、思いは増すばかり。思いは、まあまでは結構ね、力強いんだけど、すでね、一気に弱くなるの。これね、難しいんですよ。思いは増すばかり。で、ばかり。で、最後、フォールして、息吐いて、終わります。ほー!サビはさ、男性陣は裏声になっちゃうと思うんですよ、高いところは。泣いて、泣いても、泣き叫んでも、
で、裏声になってもいいので、最後の息だけは力強く吐いて気持ちがね、そこにうって乗るようにしてみるといいと思います。はい、サビ終わり。泣いて泣いて泣き疲れたら決まってあなたの夢を見るそうです。あーやばいね。このさ、なんかさ、わずかな望みをかき集めてありふれた言葉でごまかし続けるのってさ、よくないんだよ。このね、わずかな望みかき集めたら泥沼になるんですけどね。なんかわずかな望みをかき集めるよね、いけるかもみたいな、これいけるんじゃねみたいな、あーそういうのはね、あの相手の手の上でね、こうやって踊らされてるわけよ、大体の場合は。悲しいね。というわけで、みかんハートでございました。皆さんいかがだったでしょうか。Cメロはさ、まあ、特に解説はしないんですけど、力強く歌ってください。力強く切なく、歌ってください。その結果さ、あの、こういう風に音程が動いてるとか、こういう風になんか、ちょっとね、強弱がついてるとかさ、語尾で息を吐いてるとかさ、ビブラートがここでかかってるとか、そういうのはね、ぜひね、Cメロはね、チェックしてみてもらうといいと思います。オレンジとみかんってさ、一緒なの違うの？それ誰かにね、教えてほしい。とりあえずこの歌は、みかん、完成してないハート、まあ、一人じゃ完成してないからね。恋愛じゃなくて恋なわけ、これはただの。ただのとか言っちゃダメよー。恋にも恋愛にもね、上下はないんですけど、まあなんか切ないよね。とりあえずみんな頑張って生きていこう。というわけで、本日はみかんハートの解説でした。はい、皆さん、今日もありがとうね。バイバーイ。